意図的に痛ませた蒸気機関車風のディーゼル機関車はディズニーワールドのワイルドライフエクスプレストレイン向けに1997年に製造されている。セバーンラムは主にレジャー市場に向けた輸送システム及び機器などの様々な形式を取り扱っている製造会社である。時々セバーンラムとしても知られている。当社はイングランドボリックシャー州にあるオールスターに拠点を置いており、 世界中にて製品を販売している。サウスエンドピア鉄道向けに1986年に製造されたディーゼル機動車には詩人ジョン・ウェジェマンにちなんだ列車名がついている。当社はストラトフォードイコールアポンイコールエーボンにてピーター・セバーンラムによって1948年に設立された。その初期には模型及びミニチュア鉄道向けに蒸気機関車を 主に製造していた。今日では、電動車両、バス及びボートを含む、ロードトレイン、モノレール及び様々なテーマの特殊車両と一緒に、テーマパーク及び同様の会場における競技、鉄道向けにライブスチーム及び、蒸気機関車風ディーゼル機関車を製造している。顧客には、ウォルトディズニーワールドリゾートにある、ディズニーアニマルキングダムのワイルドライフエクスプレス、 トレイン向けの車両製造、ディズニーランドパリのディズニーランド鉄道及び香港、ディズニーランドの香港ディズニーランド鉄道と共に、ディズニーが含まれる。車両もまた、アメリカ合衆国フロリダ州にある、ブッシュガーデンズタンパー、イタリアにある、ミラベランディア、クウェートにある、クウェートエンターテイメントシティ、マレーシアにある、ゲンティンハイランド及び、イギリスにある、ソープパーク及びレゴランドウィンザーを含む、 他の多くのテーマパーク及びリゾート向けに製造されている。インドアフマダーバードのカンカリアコにて、アタルビハーリーバージペイー元首相にちなんで名付けられたアタルエクスプレス。セバーンラムはまた、アテネ開催の2004年オリンピック開閉式向けに、競技場周辺部を取り囲むステージの移動手段として、52の電動プラットフォームを建設している。ありがとうございます。